さあ2周目どうかな。正直2周目で半分削るレベルには自分のそのスキルを成長させたい。端っこで始めちゃダメなんだよな。使いすぎはギアがあれしちゃうから、これで終わりか。しっかり避けて、でどん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 狭まっていくから、パラッ、こんな感じか。オッケー、とりあえず1回目ノーダメでしっかり殴って、はみ打ちをやる余裕はないな、あそこで。そう、この距離がスピードギアまんべんなく使ってもあれだよな。でしっかり避けて打つと、まあ悪くない動きにはなってきたかな。イーカンを使わずどこまでいけるかだから、とりあえず。いやー、まあ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 無理やー、まあ無理だけど、まあまあまあ人間成長だから。1周目はまだ1個のやつだけでもキツキツだったけど、で2回目まで来れるようになったかな。2回目のあのパーソナルスペースがめっちゃ狭くなった時、あそこでどうするかだね。あとは動きをチャージショットを溜めながら、あの避ける練習もしないとね。しないと反撃できないから。ここ！オッケー。ダメージがちっちゃすぎるー。ここなんだよ、この一番スライディングで避けるレベルのあれがきついね。でここで打つ。オッケーオッケーオッケー。なるほどな。これさ、いい感じ使わずにボス倒すってさ言ったけどさ、正直あのそれはさ今までのボスのレベルだったらの話なんだよな。こいつはもう次元が違うからさ、なんか見た目も違えし。打つと、あー来たー、やっぱ HP 消したら変わんだ。おお、なんだそりゃ、なんだこれ。はあ、はっ、何それ、どう避けんのさって。あ、これ目玉だ。あ、なるほど、こうやって打ってくってこと。はっね、え、これお前地獄かな地獄かな、おかしいな。生きてると思ったけど俺多分死んで地獄行ってたもん。鬼畜すぎて涙出るわ。はあ、うつ、どうしよっか。回復使ってさ、あの行動パターン変化形態の方のさ、ってかこれさ珍しいっていうかやばいのがさ、両方とも攻撃を受けにくいんだよね。普通1パターンぐらいさ動き簡単であってもええやん。しっかりとあの両方とも超行動パターンむずいって言うけど、あ、もう2回来たわ。でまずは跳ねるとこからだな。はい、うい、でこれがやばくない。ちょっと普通にスピードギア前提だもんなこれ。あそこ目玉なってるな。これ2回目のブロック、え、なになに、さっきと違う、さっきと違う、撃つ、え、マジ、おいおいおいおつけ、ここはいっぱい練習したじゃないか。しっかり、くっ、お前コードボタン変わるのやめろやお前。あー、もうダメだー、もうダメだ、絶望だ。ここでもこの目玉打ちたいんだけどね。うわー、くそバカめ、一撃目はもう慣れた、ノーダメからのシューティング、オッケー。どうした、ソロ程度か。見ろこの圧倒的急成長、痛い。俺の急成長についてこれるか。やべ、スピードギアが、スピードギアがない今。いや、任せろ、今の俺ならきっと目で追えるはずだ。これは俺の目の慣れなのかわかんないけど、左から右に来る方が避けやすいね。右から左の方がなんかちょっと難しいな。てかこいつなんかスマブラにいなかった、こいつなんかスマブラにいた気がすんな。おーっと、ついにラストか。
2周目だけど HP 半分削れたのが1回ぐらい。 HP 半分も削ってないか、ギリ半分削れなかったぐらいか。これは長い目で見なきゃ勝てないな。やばい、マジでほんとブラストマンとかトーチマンがうんたらかんたらとかもそういう話じゃないからね、こいつやばすぎる。さあラストしまっていこう、2周目だ。しっかり溜めつつもし、あー危ない。ラストしまっていこうって負けたら、負けたらじゃねえ、初手食らったらもうどうしようもねえからな。まあ1回目はねだいぶぐらいになってきたんだよ。でタイミング覚えてきた、打つ。2回目だね問題は。結構数こなしてるから大体このタイミングでスピードギア貼っとけばいいだろうっていうのが分かるようになってきたから、でここで打つと。うまいね、今だけ見たら、あこの人プロなのかなみたいな、この人ゲームうまいのかなみたいになっちゃうね、これ。まあまあまあ1ダメージだな。でここから来るね、来るね。でここなんだよ問題は。撃つ、いやダメージ食らっててもダメージ与えないよね、こうこう絶対。で撃つ、うわー撃てなかった、ガーッ。チャリ使うの意味わからない。ビームとかビーム、ビームそれはナイス、それはナイス、ガーエリカ1個あったのに。いやでもなんかこれ3周目でなんかいけそうな匂いしてきたね。いやついにお金がつきました。ついにお金がつきました。いやいいよいいよいいよ、逆に決戦感あるよ。まだラスボスじゃないけど決戦感すごいあるよこれ。まあ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 なんかいつものその1回目はやっぱ研ぎ澄まされてないんだよな。で打つ、でもう1回ここで打つと、おお、目玉ビーム、バカ目玉ビームしてりゃいいじゃんお前は。てめえ、俺が嫌がることしてんじゃねえぞバカ。ここですんなよ、えこれ倒したってイーカンつけば倒すんだけど。いやそれは甘えか、イーカン2つはやっぱ甘えか、さすがに。くそ謎のプライドが、まあ、プライドより実況者のあれだよな、動画的なあれであんまいい感じ使いすぎるのは良くないと俺は見た。もうタイミングがおかしくなっちゃってもう俺だって。ここさ、これ当たるよねここ。あーむずいな、これ当てちゃおう。たらー、ちょっとぶっ続けで1時間ぐらいやってっからさ、さすがにこんな極限の戦い集中できるわけもなくさ、もうなんかもうなんかもうダメだってきてもうだ。残り4か、ちょっと休憩入れるわ、少し無駄にしたくないし成長したいからさ。いやーちょっとツイッターとか見てね、3分ぐらいのあのインターバル入れたわ。もう部活かってのインターバルってかマジで。もう俺がやってたゲームじゃねえよこれ、本当に一種のあの競技だからねこれ。オリンピックにロックマンっていう競技入れるべきマジで。さあこの3分の俺のツイッター休憩は意味もなかったようで、頭すっきりしてねえもんだって。しっかりと打っていく、一回スピードギアタミングクロットきついから、そうこんな、あーこれやばい、一回全開でやっといた方がいい。まあ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 、まだもうちょっと休憩が必要ということで、まあ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 、もう意味わかんねえボンミスばっかだもんな。ちょ10分ぐらい入れようか休憩、ちょ10分インターバルもらうわ。まださ3分ぐらいしか経ってねえんだけどさ、もう我慢できねえ、早くやりたくてさ、もう早く練習がしたくて、もうだやっぱもうすげえわ、すげえ自分のそのロックマンに対する意欲がもう半端じゃない、もう性欲を抑えきれない。まあ、パターンはだいぶ覚えてきた。さすがにこの速度ってもうね、何回も受けてらもう人間がバッティングボールセンターで最初速いと思って130キロとかがあれなんか結構慣れてきたなってなるみたいになれるわ。落ち着け、
撃つ。まあ悪くない出だしかな。あーっと、撃つ。さあここからだね。ここら辺にいるのがいいのかな、ちょっとまだわかんないね。そうだね、でここで目玉が撃つ。うん、素晴らしいね。でここで撃って、ちょっといい感じ使おうか。1個目、2個以内なら倒す。でこっち来て撃つ。うん、慣れてきてるね、かなり。さあビーム撃ってこい。ビーム撃ってこないか。さあ正念場、避けるで避けるで。そこが一番むずいよな。ビーム一発か。オッケーオッケー、でもそっちの方がいいよ俺的には。全然ええぞ。撃つ。え、自分勝ってもよろしいか。あ、これ勝ったじゃんこれ。1回で2回目来るもんね。さあ苦しめられたよ。声も発さねえし、こいつ何なんだ本当に。急に宇宙人が乱入してくんじゃねえお前。このケツメンマンが許さねえぞ。あー、特にゲットできるわけでもないんだ。こういう感じ。いやー強かったー、本当に強かったー。これより強いボスいるの？俺正直これを超えてくるボスもいないと思うんだけど。そのレベルで強かったねこいつは本当に。いやーでもこれなんだよ、この死にゲーでこう強敵を倒した時のこの快感よ。これだから死にゲーやめられない。ありがとうカプコン、さらば。